皆様、明けましておめでとうございます。Bレジェンド大林でございます。年が明けてですね、皆様、どうお過ごしでしょうか。年末年始の休みでね、食べ過ぎてしまって、体が緩んでしまったと、ちょっと体重が増えてしまったと、困ってらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。今年の目標をですね、2023年の、目標をですね、皆さんにお伝えできればと思っております。大きく分けてね、2つありまして、1つはお仕事のことです。この YouTube のことなんですけども、より多くのお客様に、しっかりとね、誠実な立場で情報発信をしていきたいというところにあります。もちろんね、この YouTube 以外にもたくさん仕事はさせていただいてるんで、この YouTube 以外にも目標ってあるんですけども、この YouTube に関して説明させていただきますと、やっぱりね、より多くのお客様に、この B レジェンドのことですとか、トレーニングの正しい情報、知識を知っていただきたい。それで、弊社の理念にもあるんですけども、スポーツを通してお客様の心と体の健康に貢献するというね、理念の通りですね、この YouTube の動画を通して視聴者の皆様、B レジェンドのお客様の皆様にしっかりね、心と体の健康につながるような情報をお届けできればと思っております。なのでですね、数字が取れれば、視聴者の、数が増えれば何でもいいかというと、そういうわけではなくて、それよりもやっぱりまずは、なるべく、正しい情報ですとか、お客様を誤解させることのないような、誠実な立場からしっかり情報を発信していけるように、しっかり、今後も継続して、勉強と動画のね、企画というのを考えていきたいなと思っております。そして2つ目なんですけども、こちらは私の個人的な、ボディービルの競技の目標になるんですけども、今年はですね、 ANNBBF から JBBF に団体を戻そうかなと思っております。より高いレベルの大会にやっぱりチャレンジしていきたいということで、ちょっとね、これ難しいんですけど、別にその今まで出てた ANNBBF が JBBF に比べて劣ってるっていうわけではないんですよ。はい、そこだけはね、しっかりご理解いただきたいんですけども、やっぱり私もね、もともと JBBF で大会に出てました。で、 ANNBBF にも出ましたっていう経験があるからこそ、やっぱりわかるんですけども、 JBBF の全国レベルの大会になると、やっぱり皆さんね、すごい体なんですよね。すごいレベルが高いなというのは、競技をやってればね、皆さんね、わかるかなと思います。なので JBBF に活動の場を、選手としてのね、活動の場を移してですね、そういった JBBF の全国レベルの大会に挑戦をしていきたいという思いで、今年はね、 JBBF に移籍をしようかなと思っております。まず最初、まだね、スケジュールがはっきり決まってないんで、どうなるか不明なところも多いんですけども、一応ね、今年は4試合ね、出ようかなと思ってます。去年はね、1試合だけだったんで、それに比べるとかなり試合が増えてしまってですね、ちゃんと体持つんかなと今から心配になってるんですけども、まず1試合目は奈良県選手権ですね。奈良県ボディービル選手権大会になります。これは地方大会で上位3位以内に入ってないと全国レベルの大会への出場権が得られないので、その出場権を得るためにまずは奈良県選手権に出ないといけないということになります。で、3位以内に入ればね、全国レベルの大会には出れるんですけども、やっぱりね、全国レベルの大会でなるべく上位に食い込むためには、当然ですね、奈良県大会は優勝しなければいけないと思ってますので、奈良県大会はもう優勝を目標にしっかりね、地方大会といえどもう全力でね、調整をしてバッチリそこに合わせて、減量していく予定を組んでおります。そして2試合目なんですけども、今度は関西クラス別選手権という大会になります。この関西クラス別選手権は、体重別ですね、5キロ刻みで階級が決まってまして、私の場合は
まあ、減量のね様子次第なんですけども、75キロ以下級か75キロ超級のどちらかにエントリーすることになります。まあやっぱり関西でね体重別の1位を決める大会なので、当然レベルはかなり高くなるんですけども、まあそこでもね頑張って優勝できるようにしっかり調整をしていきたいなと思っております。そして3試合目が関西ボディービル選手権ですね。まあ、これは先ほどのクラス別と違って体重無差別のオーバーオールの大会になります。まあ、なのでその体重はね関係ないんですけども、関西のナンバーワンを決める大会なので、当然ですねかなりレベルが高いです。非常にレベルが高いんですけども、まあそこでもねどこまで上にね食い込んでいけるかっていうのは分かんないですけども、まあ自分のベストを尽くして優勝したいなと思ってます。はい、もう関西のねナンバーワンの座を目指して頑張っていきます。はい、そして、まあ、最後4試合目なんですけども、ジャパンオープンまたは日本クラシック選手権、このどちらか出たいなと。まあこの2試合が全国レベルの大会になるんですけども、日本クラシック選手権の方は身長に対して体重のリミットが設定されている大会でして、私の身長170センチですとリミットがですね73キロなんですね。で、去年の大会当日の体重が75キロちょっとだったので、正直ですねそのクラシックボディービルのリミットを切れるかどうかが分かんないんですよね。なのでその減量の様子を見ながらですね、日本クラシックにエントリーをするかジャパンオープンにエントリーするかっていうのを決めたいなと思っております。ジャパンオープンの方は、体重無差別の、大会なので何キロでもね問題なくエントリーできるので、まあ日本クラシックにエントリーしたはいいけどね、こうリミット切れなくて失格になってしまったっていうのだとね、まあ大会の運営の方にも非常に迷惑をかけてしまうので、まあ無理なくね確実にリミット体重をね達成できる目処が立てば日本クラシックの方にエントリーしてですね、戦ってみたいなと思ってますけども、まあさすがにちょっとこれはねリミット切るの難しいなという状況でしたら、まあジャパンオープンの方にエントリーして、戦ってみようというふうに思ってます。まあこの2つはね当然全国レベルの大会なので、今までご紹介した中で、一番レベルは高いです。まあ、特にジャパンオープンなんかはね本当の日本一を決める、日本選手権の、まあ、一つこう手前の大会、まあ、その日本選手権の、ね、登竜門的な大会になってますので非常にレベルが高いです。まあ、ですけども、まあ、ジャパンオープン日本クラシックともに決勝進出できるように頑張ってやっていきたいなと思っております。まあ、なので一番大きい目標としては関西チャンピオンと、まあ、ジャパンオープンまたは日本クラシックでの決勝進出、全国大会での決勝進出というね、目標のもと、ボディービルの方もね、しっかり頑張ってやっていければと思っております。ということでね、おそらくこの動画が公開されている頃にはもう減量に入っていると思います。まあ私はかなりね、減量期間を長く取るので半年はね、やっぱり初戦まで半年ぐらいはやっぱり減量期間を取って、時間をかけてね落としていきたいタイプなので、まあそうもう減量するぞって思わないとなかなかスイッチが入らなくてですね、食事とかちゃんとできなくなるんで、おそらくねこの動画が公開された頃にはもう減量に入ってるんじゃないかなと思います。去年の大会が終わったのが10月10日なのでオフが3ヶ月かっていう感じでね、まあちょっと残念ではあるんですけども、まあね団体を移籍してちょっとね大会のスケジュールが早くなったんで、まあこれはしょうがないなということで、幸いにもですねオフの体重の増え幅は、去年やね一昨年に比べると、まあ、かなり少なく抑えられてきたので、まあ十分ね年明けから減量スタートすればバッチリ間に合わせられるかなと、去年のようなねコンディション、去年以上のコンディションを作れるように、頑張ってやっていきたいと思います。まあその様子もね当然今年もルーティン動画でお届けしていきますので、応援のほどよろしくお願いいたします。ということで、今年もですね、このBレジェンドチャンネル、
ご視聴いただきますようよろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。